男気しりとりとはチュッパチュッパ。自分の名前言った？言いましたよ。言ってなかったよね。嘘、うん、タフネスですって言わんかった。言ったもんタフネスなんて。タフネス。いや完全にタフネスですって言ったでしょお前。言ってます。確かに見た目タフネスだけどね。ね、うん、完全にタフネスですっつった。急にあだ名つけたじゃないか今日は。てかね今日暑いよ。撮ってんのが7月7日七夕なんですけど。お結婚記念日やわ俺。おめでとう。いいっすかそんな七夕結婚記念日なのまた。そう、まあそう、家庭帰り見ない男すぎるだろやばい。永遠の自営業だからよ。永遠の自営業。いやお前テロップ狙って喋んなくていいんだって絶対あの太いさ、あの男らしい筆のやつ出してもらおうとしてるでしょ一番バカみたいなフォント使ってやろう今のやつ。ザコいやつ。ゆきちゃんに申し訳ないわ。ゆきちゃん、いや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 、そうですねそうですね。ゆきちゃんはね、なんかしとったな。なんかしてたよ。なんかしてたって。なんか全然興味ないじゃん。家片付けとったよ。まあ日曜日だしな。チャイルドシートしまってたわ生活感エグいな。そういうのまさかやった方がいいよ普通にここ左、これ左です。あー涼しい、最高。いやまあこれでちょっと気を取り直して、そう今日何やるかっていうと、おピクニック行こうぜ。あ、いいね。そういうことだよね。天気、そうピクニック。天気良すぎるけどね。晴れ男すぎんだってこれ。うん、まあな。晴れ男にも程があるだろこれ。みんな晴れ男？俺晴れ男。これ全然雨男。父ちゃんは？全然雨男。晴れかけ雨かけ晴れだと、うん、何？むっちゃ晴れるってことなのこれ。必要以上だな。きついな、暑いで。暑いとさ、半袖がやっぱ涼しいって思いがちだけど、いや、半袖で来たんすよ。そうそう、こうちゃんね、長袖の方が普通に涼しいよ。楽だね、これ、完全に。楽、めっちゃ楽。珍しく、白いシャツ着とるもんね。あの、UV カットのやつとか、マジで、これ UV カットなんだけど、あ、めちゃいいわ、やっぱ。俺が着てる UV カット。ちょ、カロン君手袋しとるやん。だって日焼けしたくないもん。タレントだからね、俺明日うまいの極みのロケだから急に焼けてたらさ、意味わかんない。こいつ遊んでんなみたいになるじゃん。いや、やってるわってなってる、うん、でしょ。だから多分、うん、で、みんなさ、どうせゴルフだろうとかさ、サーフィンだろうみたいな、なんかその俺まあゴルフは始めたけど、ごめん話を腰折るかもしれんけど、コウスケもなんかちょっと前ゴルフやったらしいんだって。あ、ゴルフ。あ、そう、スコア聞いたって。スコア、スコアは何だ。僕ですか。僕のスコアは200点って言うんです。ブーンって書いてその234です。ブーンじゃねえよ。聞いたことね。難しいよね234って。234だって。234だってね。ブーンって触って、やばいな。怒られるだろう。怒られちゃうよ。ちょっと怒られないけど後ろからそれがだろうな。バーッとかかるような状況で、ちょっと
はいはい、河原行ったとしては暑いじゃん。暑そう今日は。そうそう、だからその日陰があるところは正直、まあ、どこがあるか分かんないから、うん、でそれ場面で行こうと思うんだけど、うん、俺やっぱテクニックって、うん、おにぎり食いたいのよおにぎりね。そもそもさ俺らさ、うん、日本チョッパーズじゃん。日本チョッパーズだからね。日本人のピクニックは、うんうん、おにぎりよ。だからおにぎり食いに行こう。はい、いいですね。おにぎりなんだね。おにぎりなん、だから今日はおにいいおにぎりをちょっと探しに行こう。あー、任せな任せな。あ、いいとこある。任せな任せな。あるの、ま、任せな任せな。おむすびな。ちなみにおむすびね。ちなみにおむすびね。おむすびとおにぎりの違い、ああ何かある。え、何それあんの。ある。え、何おむすびと、あ、おにぎりの違いですよ。わかった。おおにぎりは、はい、ギュッと握る感じじゃん。おー、いいね。ほうほう。で、おむすびは、はいはい、優しく包み込むみたいな感じなんだよ。いいとこまで行ったけどね。おむすびはですね、三角形なんですよ。え、おにぎりは丸でもいいんだわ。三角形のおにぎりでもいいってこと。いや、三角形はおむすびなんですよ。おにぎりは、うん、丸でもいいって言ったじゃん。あ、まおにぎりは基本丸だね。あ、そうなんだ。なんで、わかんないけど、うん。で、ガチな話すると、おむすびっていうのは、あの山の神と交信するために食べるものだから、ああ三角形なんだわ。え、めちゃくちゃスピリチュアルじゃん。え、なんてめちゃくちゃスピリチュアルフードってことじゃん。あ、なるほどね。横文字が分かんないよね。あ、そういうことね。そういうことか。あ、俺が妖精とかそういうそっち方面の話のことを、はいはいはい、なんかスピリチュアルっていうのは神様とか幽霊とか。なるほどなるほど。あのほら、三輪明宏さんとかさ、スピリチュアル系の人だよね。うん、そうそう、小説なの忘れてた、ごめんごめん。そうそうそういうこと。そうだから、おむすびはだからスピリチュアルフードなんだわ。え、じゃあさ、それせっかくなら山行った方がいいじゃん。いや、まあ今日はさ今日はねえ今日山行くの今から。そのおむすびはさ、うんうん、場所はどこなの。森山です。うわ、森山じゃん。森山と交信できる。そうだから今日は森山です。森山のおむすびコロリンっていうお店にじゃあ案内します。え、お店の名前かわいいな。ね、インカムさ、普通に楽しいわ。楽しいよね、うん、まさにこれさ、うん、この何人かでツーリングさんと喋るとかって、うん、あんまだからマジで初めてぐらいの勢いってこと。マジで初めて。え、これめっちゃ楽しいよね。うん、楽しい。どこのやつ使ってんだっけ、うん。俺ビーコム。あ、ビーコム。父ちゃんはシックスライダー。俺セナってとこのやつ使ってんだけど、みんなバラバラなんだ、うん、だから今日は LINE と Bluetooth 繋いでで喋ってんだけど、これやっぱいいよね。じゃあさ、マサはこのツーリング中にインカムを使った、うん、ゲームとかもやったことないと、うん、ないない、何それ。うわ、ちょっとこれやっときますか。どうしようかな。男気しりとりやりますか。男気しりとりとは、男気のあるように聞こえるフレーズのみを使ってしりとりをするという、そんなゲームです。じゃあ誰から行こうね。まあ、俺から行くわ。じゃあ俺から行くよ。よし、はい、行きます。命。おー、男気あるわ。いい、生命と書いて命ね。あー、そうそう、そっちそっち。おお、はい。じゃあ、ち、え、お次俺行くよ。ち、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 違う系の広島ね。広島、男気ある。広島ね、男気ある。
男気ある、ね、あこの前回のちょっと振り返り的な感じになってしまうけど、広島弁を違う角度から来るとは思わんかった、はい、の、のあ、めっちゃいい、男気あるわ、こんなクレはあるな、男気なんかもう、もう本当がいいもんな、飲んだくれるレレレむずいな、レモン鬼絞りでもさ、ちょっと待ってそれさ、鬼丸丸って言ったら全部男気あることにならん、大丈夫そう認めるこれ認めるこうちゃんいや、あの、いやうん、あいや、物によるよ、まあ、物によるよ、まあ、面白ければ、うん、面白ければ、うん、今のだって絶対男気あるよ、リーレモン、うん、リー、はい、リー、あ、はいはいはい、おリクロで向かいます、おおめっちゃ、もう陸ね陸で行くんだ、空飛んでしないよ、はいはいはい、北海道とかも何とかして陸路で行く、あ、まっすぐ行くやつな、はいはい、す、めっちゃ男気あるわ、スタミナ定食、クくだよ、ククむずいな、クえ、パスする、パスする、いいよ、1回までパスしていいよ、いや、ク出すわ、クチュッパチュッパ、はい、チュッパチュッパ NG です。はい。もう、いや、もう最悪。使えるわけないから、こんなの。くっ。しかも、男気を感じない。男気感じたらよかったんだけど、俺、そっち系ならやっぱ今言い方だし、あるよ。うん。あ、マジ？じゃあ、くーね。うん。口で。いや、アウト、アウト、アウト。アウトでしょ。めっちゃ。めちゃくちゃアウトだろ、今。今池っぽいっしょ。めちゃくちゃ、今めちゃくちゃアウトだって、それも。懐かしい。はい、着いたよ。おむすびコロリン、うん。あれね。おでん、いや、おでんもあるんですね、おむすびね、めちゃめちゃうまそう、めっちゃうまそうだね、おでんも食べたくない、おでん食べたいね、食べたいよね、おでんもテイクアウトできるんですか、これは、あ、できます、あ、行きます、はい、行きます、これ、めっちゃ男気あるよ、この炎天下で、外おでん、やばいよ、で、おにぎり、ちょっとこれいや、ラインナップやばいですね、ね、めちゃくちゃうまそう、これ、どれがいいかな、いや、わかる、うわ、俺、うなぎ食べたいな、じゃ確か塩むすびもでも普通にやってみたいです、ね、いやいやいや、1個ずつ食べる、オッケー、カリカリ梅しらすと限定うなぎむすび食べよう、俺、俺塩むすびとうなぎむすび、あ、塩とうなぎ、うん、こうちゃんは高菜うなぎ、おすすめはおすすめはうなぎです、あー、じゃあうなぎ押さえとるから、あー、明太子、すげえ太った注文、そう、いい、すごい、このこれはたまらん、あとおでん、おそれおでんね、大根、牛すじ欲しいです、牛すじ食べたい、大根、牛すじ、牛すじ、じゃあ牛すじが多分1個しか多分まだ仕込めてないですよね、じゃあなんかじゃんけんしてもらって、あ、確かに、じゃん、うん、勝った、俺牛すじ、あ、牛すじ、じゃあ大根と牛すじと、はい、大根もう1個ください、じゃあ大根2個、はい、卵もください、卵すいません、食うな、はい、合計で2760円です、2760円、さあちょっといい、うん、俺こういう時、うん、俺個別会計とかはやってないんだそうなんですね、個別会計やってなるほど、やってるみんな、聞いたことないね、そうだね、聞いたことない、個別会計聞いたことないない行こう、よし、ちょっとすいません、ちょっと質問あります、はい俺、個別会計って聞いたことないんだ、うん、俺もこうちゃんも聞いたことないんだ、うん、え、何中卒なの、いや、俺は大卒、うん、大卒、こうちゃんは専門卒大学中大違う、小卒、そうですね、何に決める、
全力じゃんけんじゃん。出た、全力じゃんけんいっとくか。これまあご存知ないと思うんですけど、あの伝統、南区の伝統だっけ、南区名人の伝統。全力じゃんけん、全力じゃんけん知らん。え、全力じゃん、僕アンジュもなんか伝統がデンマーク人なんで。ちょっと教えてあげて。デンマーク人じゃないから。どっちかというと伊集院光る、若い頃の伊集院光るだろ。全力を出して、うん、じゃんけんしたら、パーがチョキに勝つこともあるって、オーディエンス判断だ、オーディエンス判断だ。じゃんけんぽい。うわ、じゃあ僕判定しますって。え、まさかの俺とこうちゃんで体全体を使ってじゃんけんすればいいの。もうとにかく全力だったらいいんだわ。で、グーとかチョキとかパーとか関係ないってこと。関係ない。オッケー、いける。こうちゃん、お、あ、もう、もうやる？やる？最初はグーから。よっ。はい。グーじゃんけんぽい。チョキ。いや、これはチョキの勝ちだわ。いや、納得いかん、納得いかん、納得いかん。いや、チョキの勝ちだったら納得いかない。伸びが違えん、伸びが違えん。よし、あ、決着つきました。ありがとうございます。あ、もう、僕が負けたので。ちなみにガチンコ勝負ですか。ガチンコです。いや、かなりやらせでした、あれは。ガチンコだって、ガチンコだったよ。はい、3000円なので。ありがとう、アルティウス。こんにゃく入ってる。あ、やった。ありがとうございます。すいません。めちゃめちゃ美味しいんで。ありがとうございます。子供生まれてばっかり。まだ生まれてない。あ、まだ生まれてない。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。やった、ありがとうございます。お茶も買ってよろしいですか。あ、確かにお茶とかそういうの買って。お茶、お茶向きで買ったらいいと思う。そんなこと言ってくれるお店ある。自販機で買った。今から炎天下だから食べるんですか。日陰探します。じゃあ失礼します。ありがとうございました。お邪魔しました。お騒がせしました。はい、こちらこそ。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ゲットおにぎり。早く食べたい。おむすびか。あ、おむすびだね。早く食べたい。うなぎ楽しいですね。うなぎ、うなぎ上がりすぎでしょ。今日の予想38度予想だけどさ、うん、今俺油温計あるんだけどさ、うん、これ70度とかなのよ。マジで。あ、やばい、切れた。俺も80度ぐらいだわ。で、つまりさ、うん、今俺ら股の間にさ、うん、そんだけ熱いもんこれあるってことでしょ。うん、これ40度とかじゃ効かないよね。だから、気温の、全然気温って意味で言うと体感でしょ。やばいよな、体感、体感、これえぐいよな。あ、えぐい。早く日陰に入んないと話になんないから。うん、この辺森山だとさ、日陰だとやっぱおばた緑地公園じゃない。なるほどね。地名見て、地名見て、あの看板。あ、氷台山じゃん。すごない。すっごい山じゃん、つまり。あ、おむすび精霊とね、これ通信するにはもってこいじゃん、これ。完璧だね。ちゃんと三角でしたね、おむすびなんて。でしょう。やっぱ自衛隊があるから、なんかさっきから自衛官の人もね、たくさん制服着てる人よくいるし。あ、本当に面白い街だね。気づかなかった。普通に生茶に乗ってますよね。そう、あの前後にカゴついてるさ、あの子供乗せる茶色いシートみたいなついたチャリの迷彩服のお母さんいたよ、さっき。ほんと、それ、あ、迷彩服のお母さん、ママ自衛官いたよ。そう、ファッションじゃなくて。いや、ガチガチ自衛官。マジ。おばたの交差点、これ、これ。あ、これだ。うわー、気持ちいい。涼しいやん。あー、気持ちいい。ここいいね。あ、ここいい。ここ綺麗な感じ、なんか、あ、いい街。森山いいな。ねえ、いいよ、森山。え、何その 森山の良さ知ってますみたいな。何それ、急に。あんま来たことないわ。あんま来たことない。ないんかい。あんまない。あー、あったあった、やった、これだ。あ、鹿がいっぱいある。あ、めっちゃいいじゃん。あ、これはこれはいいんじゃん。これいいね。お疲れした。暑かった。だったね。いや、おばた緑地めっちゃいいね。ロケーションめちゃいいっすね。うん、超オアシス。じゃあちょっとおにぎり乾杯しちゃう。乾杯。乾杯。ちょっとこれみんなの持っとるわ。あ、お明太子の人。
お明太子ちゃんです。うなぎ、うなぎ、これ高菜、高菜、僕だけ3つ、お前3つ買っとったよ。うん、買ってたよ。じゃあいただこうか。っていうか、ちょっと待って、ねえねえねえ、これおでん、やっちまったんだよな。これやばない。やっぱバイクで、あ、でもちょっとおでん食いたいかも俺。先に3つ目のこんにゃく食べたくない。あ、確かに。じゃあやばなっちゃったね、これまさにこの辺のこの辺やばい。生きてー、わ、うまそう。あ、大根うまそう。あ、うまそうだわ。絶対やばいわこれは。あ、うまそう、うまそう。おいしい。どう。あ、どうどう。めっちゃうまい。しみしみ。え、俺もちょっとなんか、うん、そう言われたらおでんから行きたくなってたな、うん、うめ、うまうまいうまい、こんにゃくうまい、うまい。やっぱ一般の人ってさ、これぐらいなんだね、食力ね。うめえ。なんだなんだ。あ、じゃあ、ね、本物見とって。本物これとくわ。これが食レポで飯を食うってことだ。いやー、しみしみの。あ、素敵。あ、しみてますね、これ。うまそう。これ味噌おでんってことだよね。どう？え、めっちゃうまいよ。味噌のおでんってこと。めっちゃうまいよじゃないですよ。いいな。味噌おでんってこと。あ、味噌おでんだね。うん、これ見てみて、ちょっと表面合っとるよね、味噌おでん。ちょっとさ、唐辛子みたいに見えるんだよね。めちゃうめ。これ何なんだろう。あ、そうですね、そうですね。うん、めっちゃ濃そうじゃん、味。意外とそんなことない、ちょうどいいやつで、あの、コクすごいよね。うまい。で、なんかドロドロ系じゃなくて、さっぱり、なんかサラサラ系のお出汁なんですよね。そう、だから味噌、普通の味噌おでんとちょっと違うかも。いや、これおでん、うん、めっちゃうまい。で、あと後からさっきの唐辛子のそのスパイシーさ出てきてない、ちょっとねえ、これめっちゃうまい。生きていただきます。あ、もう食べちゃっていい感じ。あ、めちゃアリ登っとる。めちゃおるよ、めちゃ。ほらほらほら、強めのアリだよ。やばい、ちょっとコウタに食われちゃう。うん、やだやだ、アリ。コウタうまそうなんだよ。またおるやん。やだー。何そのやだ。ほんで、うまいわ。あ、もう食った。あ、うん、俺も食うわ。コスケが全然食えんね。まあまあまあ、カリカリ梅、大葉が入っとる。あ、この緑の大葉だったら、ね、うまいやん。超うまい。ブリリン、うん、うまっ。と塩分が抜け切った体にさ、うん、ちょうどいい塩分入るよね、やっぱ。食レポうまっ。ちょっと僕、うなぎいっちゃっていいですかね。いいよいいよ、うなぎいっちゃっていいよ。うなぎいっちゃうんだ。見てこれ、まるまる一匹とは言わんけど、本当だね。結構でかいよ、ね。いやいや、でかいっすよ。おにぎり、おにぎりにこれ入ってたな。すっごいテラテラでした。テラテラテラ、うなぎがテラテラですね。うん、うめえしよ。おむすびの扱いうまいな。おむすびと女の扱いうまいんで。あいただきます。いただきます。うまそう。あ、うまそう。お前、絵になるな。やばっ。うまそう。いや、マジでうまい。ふわふわし。あ、ほんと。あ、じゃあ炊いてある系だ。ちょっと焦げ目もついてるから、炊いて焼いてんのかな。ね。で、なんか、でも山椒ちょっとピリッと聞いとって。あ、かけてあんだ、すでに。うまいっすね。いや、おにぎりのハンドリングめっちゃうまいよ、さっきから。おにぎりのハンドリングって何？おにぎりのハンドリング、トラベリングだわ。うん、お？何？いい、美味しいんだ。やっぱこうちゃんが美味しいってアリがたかってる。本当だ。やばいやばい。アリ食う買うと思った今。すごい。うなぎ食う。うん。え、俺さ、ちょっともううなぎ食うわってさ、うなぎじゃないところが食うやつやばい、信じられないんだけど。待っとったのに。うわ、うまっ。あれね、うまっ。うなぎうまい。うん、よかったわ。もうなんか緑色になってない。いや、全然こうちゃんのやっぱ絵面がいいわ、飯食ってるのは。生きて、全然、すごい大豆の味。いや、結構環境としては厳しいよ。やってること若いもんね。若いっていうか、うん、なんか外いよね、なんかすごい外い外、もうあまりに外じゃない。もうちょいなんか、あの、もうちょい何ですか。
なんかさ、そのアニメのさ、うん、感じかと思った。おしゃれな映える感じではないですね。そうそう、なんか草原に座ってさ、あ、美味しいねみたいな感じ。ピクニックとは、うん、かと思ったら次回はちょっと早朝とか夜初の。そうだね、うん、そうですね、うん、で朝日見ながらコーヒーみたいな。うわ、めっちゃ、それもいいね。早朝行こうよ、早朝、うん、早朝コーヒーランしようか、次早朝コーヒーランしよう。あー、いいね、うん、早朝コーヒーランだがん早朝コーヒーランだがん出ました、早朝コーヒーランだがん。いや、早朝コーヒーランだがん南区ホテイソン、すごい南区ホテイソンです。いや、早朝コーヒーランだがんおもろい今の